山岳地方の東部山学州の州都。2011年の人口は22,830人で、国内7位。パプアニューギニアの高知地方では、比較的早い時期から、西欧文明と接する。ゴロカ大学をはじめ、国立医療研究所、国立スポーツ研究所、メラネシア研究所といった、研究所、NGO 等が多く集まる。 パプアニューギニアの独立記念日である9月16日前後に地域の部族が集まり伝統小族を着飾りを踊るゴロカ賞はパプアニューギニア最古のお祭りである2011年は第55回であった1930年代にジャマイカからコーヒーの苗木が持ち込まれ栽培が広まる現在はゴロカコーヒーの名も冠されるようになり有名な産品となった 結編の気候区分では、熱帯モンスーン気候であるが、高地に位置する都市のため冷涼な気候である。若干気温が下がり、乾燥する6月から8月の間は、最高気温摂氏24度、最低気温13度前後で推移し、若干気温が上がり、降水も増加する10月から4月の間は、最高気温摂氏25度摂氏26度、最低気温摂氏14度摂氏15度前後で、 推移する。ゴロカ空港。ニューギニア航空、エアライン PNG がポートモレスビーへの便を、核2便飛ばすほか、内陸都市などへの便もある。2018年1月現在新ターミナルビル、建設中。空港の前にバスターミナルあり。現在のところ、空港内は、一切の売店、飲食店は存在しない。なお、ハイランド地方内を結ぶ公共バスは頻発しているが、 ゴロカとポートモレスビーを結ぶ道路はなく、航空機のみが首都と、ゴロカを直結する唯一の交通手段である。シティポピュレーションイエッツランビ、2017年1月31日、パプアニューギニア、ハイランド地方 https en.climate-data.org スラッシュロケーションスラッシュ50976。ありがとうございます。